NHK。貧困女子高生に批判、中小人権侵害の懸念も。子どもの貧困問題を扱った NHK のニュース番組で体験を語った女子高校生について、インターネット上で貧困ではない捏造、捏造、だと批判する書き込みが相次ぎ、自民党の国会議員が NHK に釈明を求める騒ぎとなっている。 ネット上には住所などとともに女子高校生の用紙を中傷する書き込みまでされ、人権侵害が懸念されている。NHK は今月18日のニュース7で、神奈川県の設置した神奈川子もの貧困対策会議が同日開いたイベントで発言する県内の高校3年の女子生徒を取り上げた。生徒は、経済的な理由から専門学校進学を諦めたとして夢を持っているのに、 何で目指せないんだろうと自分の境遇を訴えた。番組は、母と二人暮らしでアパートに冷房はない、と伝えた。パソコンの授業のために母にキーボードだけ買ってもらって練習したエピソードを紹介。アニメ関係の仕事に就くのが夢だという生徒の自宅での映像の背後に、イラスト用ペンが映った。ネットには参考価格19,440円とする買い物サイトの画像が掲載された。 これは72本セットの値段で、1本あたり270円だったが、2万円のペンを所有という情報が拡散した。さらには部屋にアニメグッズがたくさんある1000円以上のランチを食べたとツイートしているとして貧困ではないと指摘する声が紛失。生徒の用紙などの書き込みも続き、自宅を撮影したとする写真もアップされた。また、自民党の片山さつき参院議員も、初会にツイッターでチケットやグッズ、 ランチ節約すれば中古のパソコンは十分買えるでしょうから、列島毛包も当然いらっしゃるでしょうと疑問を表明。NHK に説明を求めるとした。23日には NHK は貧困の典型例として取り上げたのではないと説明したと記した。イベントを主催した同県子ども家庭科の小島厚課長はショッキングだ。勇気を振り絞って話した生徒への個人攻撃だけはやめてほしい。 食べるものや着るものがあるとしても、修学旅行や部活の遠征に行けなかったり、進学を諦めたりする相対的貧困の見えにくさを考えようというイベントだった。まさに見えにくさゆえに誤解が広がってしまったと話した。片山氏は取材に、事務所を通じてツイートの内容が現時点の見解で、それ以上は申し上げられないと回答した。NHK 広報部は本人や家族、行政機関などに取材し、 経済的にいかめしい環境で生活する高校生だと判断していますとコメントし、片山氏への回答内容は明らかにしなかった。開き格好加藤隆弘、須藤忠じめと字格好。ネットだからというやり得を許してはならない。貧困問題に詳しいフリーライターのみは佳子さんの話政治家も含めて相対的貧困と絶対的貧困についての理解が不足している中で、 ネットで社会の最も弱い者に対して攻撃のエネルギーが向かってしまった。道のりは険しいが、貧困の解消について社会的な合意を形成すべきだ。自宅の写真や用紙の中傷は立派な犯罪で、立件は可能だと思う。ネットだからというやり得を許してはならない。